はい、どうも、たなしゅんです。今回ですけども、座った姿勢でのお腹痩せエクササイズというのをご紹介していきます。今ですね、やっぱり日本というのがですね、非常にデスクワークが多い文化になります。で、デスクワークになるともうずっと座った状態になりますので、結果的にですね、皆さんのすごく姿勢が悪い状態が完成しちゃうんですね。特に座った姿勢ですと、猫背がもう一番の代表例になります。で、猫背になればなるほど、お腹ってこう、ぽっこりした状態っていうのはだんだん出来上がっちゃうんですね。で、これ理由がすごくシンプルでして、お腹をへこませる筋肉が弱くなってるんですね。なので、このへこませる筋肉を強化すれば、お腹ってしっかりと痩せさせることができるんですね。なので今回は普段から座ってる時にですね、行える座り姿勢エクササイズやっていきたいと思いますので、今からご紹介するエクササイズ、ぜひ皆さん実践してみましょう。はい、座ったままのお腹痩せエクササイズ行います。至ってシンプルです。まずはですね、座った時にですね、猫背姿勢ではなく、しっかりと骨盤から背骨を立てた姿勢を作ります。そしてこの姿勢が出来上がりましたら、下腹部みぞおちの2点をしっかりとへこませます。ぎゅーっと締まるぐらいの感覚までへこませましたら、胸を少し持ち上げまして、あとはこの姿勢をキープしましたら OK です。この姿勢をですね、1分を目安に2から3セットを普段から実践していただけるとすごくおすすめです。はい、皆さん、座り姿勢のお腹痩せエクササイズいかがでしたでしょうか。多分ですね、最初はへこませる感覚っていうのが若干わかりにくかったと思うんですけど、まあこれ慣れてくるとへこませるのも楽になります。つまりですね、今楽じゃないということは、それだけ皆さんのへこませる筋肉が弱くなってるっていうことです。なのでこれ弱くなり続けると、もうどんどんお腹は出てきますし、あとお腹周りのやっぱり脂肪、皮下脂肪がすごくつきやすくなります。そういったのを改善するためにも、ぜひですね、普段からの座り姿勢のお腹痩せエクササイズですね、これを実践してですね、お腹周りぜひ締めてあげてください。お腹ぽっこりしちゃうとですね、夏になるとズボンやちょっとピタッとした洋服着た時目立っちゃいますので、そういうのが嫌だわっていう方はもうぜひですね、これを実践して対策してあげましょう。今回のご紹介したエクササイズ動画良かったなっていう方は、ぜひグッドボタン、高評価お願いします。では今回の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。